以号第400潜水艦は、第二次世界大戦中の大日本帝国海軍の潜水艦。イ400型潜水艦の一番艦。潜水空母と、俗称される本艦は、独創的な構造で3機の特殊攻撃機、セーランを搭載し、かつ、地球一周半分の長大な航続距離を持っており、日本海軍最高の秘密兵器と言われた。この能力は、 アメリカ西海岸のアメリカ艦隊への攻撃やパナマ運河への攻撃を機として持たせられたものであったが完成した頃には本土周辺の正海圏、正空圏すら完全に失われており本艦が活躍する余地は残されていなかった。2013年8月にハワイ諸島オアフ島南西沖の海底からハワイ海底研究所が以後第400潜水艦の残骸を発見した。 この発見はアメリカ海洋大気庁によって米国国務省と日本の政府関係者に確認され同年12月2日に公表された2015年5月には NHK がハワイ大学と共同で2014年10月に行った調査で撮影された映像が放送されこの時に発見されたセーラン格納塔などの映像が公開された船体は上下正しい向きで沈んでいるが 船体中央部には、巨雷が命中した大穴が開いており、船首部も破損している。格納塔扉は脱落して海底に落ちている。格納塔も、船体から脱落しており、格納塔に一体化している。司令塔は横倒しになっている。2016年には、船庄が回収された。この船庄は復元後にアセス、防衛潜水艦博物館に展示される予定である。 艦長たちの軍艦誌442ページによる、草加俊夫中佐、1944年9月1日、草加俊夫中佐、1944年12月30日、ありがとうございます。